今回は、ランダムウォークと行列の関係について、問題を解きながら軽く解説していくで、たびたびツイッターでは、行列の意味がわかんないだとか、つまんないだとか、そういう話題が上がるけども、今回紹介するように、確率論でも、行列は案外使えるんよね。動画内容は、行列さえわかっていればわかるようにしとるから、肩の力を抜いて視聴してな。それじゃあ、次のページに進むで、まず、今回考える舞台を定義するで、有限個の点と、その間を辺で結ばれとるものを有限グラフと呼ぶで、特に、上のように、2つの点の間を、2つ以上の辺で結んでもいいし、ループがあってもええで、次のページに進むで、今定義した有限グラフの上に、ランダムウォークと呼ばれるものを定義するで。まあ、これは、よく意味嫌われとる、動く点 P のことやな、各時刻ごとに、隣接する点に等確率で移動するものを、有限グラフの上のランダムウォークと呼ぶで、例えば、上の赤丸のところに今いる場合、隣接する点は2つやから、次の時刻では、それぞれ、2分の1の確率で、どっちかの点に移動するで、また、今度は、下の赤丸のところに今いる場合、隣接する点は2個やけど、3本の辺が伸びとるな。この場合は、それぞれの辺に対して等確率で進むで、つまり、3本の辺が伸びとるから、それぞれに、3分の1の確率で進むで。けれど、そのうち、2本は右に伸びとるから、結果としては、左に、3分の1、右に、3分の2で進むということになるな。以上がランダムウォークの定義やで。ここら、辺は、大学入試でも、こういう設定の問題をよく見るから、知っとる人も多いと思うで。さて、用語を定義したばっかやけど、ここで問題を解いてみようと思うで、さっきと同じグラフを考えるで。ここで、点 B から出発したランダムウォークが、10秒後に点 D にいる確率はいくらでしょうか？もちろん、1秒ごとに次に移動するとするで。つまり、時刻0では、B にいて、時刻1になったら隣接する A か C に移動するで。大学入試でも出てきそうな問題やけど、計算は人力じゃ大変やから、計算機を使ってもええで。もし、この問題を考えたいという人は、ここで動画を止めてな。というわけで、早速回答を紹介するで。回答の方針としては、全化式を立てて解くことやで、N 秒後に A にいる確率を、AN などと置くと、上のような全化式が立てられるで。例えば、N 秒後に A にいるためには、その1秒前には、隣の B にいなきゃならんよな。そんで、B から A に来たるには、3分の1の確率を選ぶ必要があるから、AN は、3分の 1BN1 とできるわけやね。そんな感じで、N 秒後に、それぞれの点にいる確率の全化式が立てられたわけやね。また、問題では B を出発すると言っていたから、これは、0秒では、確率1で B にいて、他の点にいる確率は0と言い換えられるから、B0 は1で、他の A0 から F0 は0と書くことができるで、このようにして、確率の全化式とその初期値が分かったわけやから、あとはこれを解くだけやね。この全化式は、高校数学でも頑張れば解けるけど、うちらは、行列という便利なものを知っとるから、それを使っていくで、次のページに進むで、さっき得られた全化式を、行列を用いて表現し直すで、この表現は、線形代数の授業でも習ったと思うで。さて、この行列表示で計算を進めたいんやけど、長いから、確率のベクトルの部分を xn、行列の部分を p と置くで。最後のデルタ b は、b のところだけ、1で他は0というベクトルを意味するとするで、次のページに進むで、今、xn イコール px n-1 やったけど、これは、全化式やから、xn-1 イコール px n-2 にもなるで、したがって、xn-1 の部分に今のを代入すれば、上のように p の2乗かける xn-2 となるな。この操作を繰り返すと、p の n 乗かける x0 となるで。特に x0 はデルタ b やったな。さて、今問題で聞かれとるのは、10秒後に d にいる確率、つまり d10 やね。d10 は、ベクトル x10 の4、1、成分。つまり、p の10乗かけるデルタ b の4、1、成分やから、これは、だいたい 24.5% くらいになるて。特に、これは、上の計算から明らかに、p の10乗の4、2、成分でもあることもわかるで。以上で、この問題はおしまいやね。最後の部分で、行列のべき乗をするわけやけど、そこは、さすがに計算機を使ったで。人力でやるには、対角化とかすれば、ええけども、6×6 行列の対角化とか、誰もしたくないやろ。
ってなわけで、今回の問題で分かったことをまとめるで、今の問題から、グラフの上のランダムウォークの N 秒後の振る舞いは、さっき定義した行列 P の N 乗が深く関わっとることが分かったで、このような行列 P の天地をランダムウォークの遷移行列と呼ぶで、天地を取ったのは確率論の伝統だと思うで。知らんけど、この遷移行列の I、J 成分は、I に対応する点から、1秒後に J に対応する点へ行く確率となっとるで、例えば、2、3、成分は、B から C に移動する確率で3分の2、5、1、成分は、E から A に移動する確率やけど、そんな辺は、ないから0となるで、このように1秒後に移る確率を書いていけば、そのグラフの上のランダムウォークの遷移行列が作れるわけやな。さて、そんな遷移行列の N 乗を考えるで。遷移行列の N 乗の I、J 成分は、I に対応する点から N 秒後に J に対応する点に行く確率となるで。以上で、グラフの上のランダムウォークと、遷移行列と呼ばれる行列が深く関わっとることが分かったな。さて、このことを踏まえて、もう一つ問題を解いてみようと思うで。さっきとは、別のグラフの上のランダムウォークを考えるで。B を出発したランダムウォークが、A に行く前に G に行く確率はいくらになるでしょうか？さっきとは違って、具体的な時間が出てこないから少し厄介かもしれんな。というわけで、回答を紹介するで。もし、自力で解きたいという人は、ここで動画を止めて考えてみてな。まず、さっき遷移行列が大事だと言ったことやし、とりあえず、このランダムウォークの遷移行列を書いたで。ただ、例えば、遷移行列の N 乗を計算しても、N 秒後に点 G に到着する確率はわかるんやけど、それまでの動きがわからないんよね。N 秒後に点 G にいるだけで、もっと前に、点 A にすでに行っとるかもしれへん。せやから、この問題には、この遷移行列は、うまく使えそうにないから、少し遷移行列に改良を施してみるで、次のページに進むで、A か G かのどちらかに到達した時点で、死滅をするランダムウォークを考えるで。つまり、例えば、5秒後に A にたどり着いたら、そこで、そのランダムウォークは死んで、6秒以降の振る舞いは考えないものとするで、これは、A か G かのどちらかに到達したら、それ以降は、ずっとそこにいるとは異なることに注意してな。さっきの例の場合、死滅した場合は、6秒以降の振る舞いは考えないけども、こっちの場合は、6秒以降はずっと A にいるとなるで、まあ、つまり、A か G かに到達したら、次の時刻からは消えてなくなるという感じやね。ちなみに、死滅とかいう、数学では、絶対聞かないような単語を使ったけども、これは、れっきとした確率論の用語で、英語だと、キルという、もっと仰々しいものに訳されるで。さて、そんな死滅ありのランダムウォークやけど、その遷移行列は上のように与えられるで、A か G かに到達しなければ、普通に動いとるから、元の遷移行列とは、ほとんど同じなんやけど、A か G に到達すると、そこからは死滅して振る舞いを考えない。つまり、どこの点にも行く確率は0となるから、A と G に対応する1行目と7行目は、すべて0となっとるで。さて、さっきの話同様、この遷移行列を N 乗すると、死滅ありのランダムウォークの N 秒後の振る舞いがわかるで。特に、死滅ありランダムウォークが、N 秒後に G に到着する確率が求まるんやけど、死滅ありランダムウォークは、A に到着すると、そこで死滅して先には進めへんから、N 秒後に G に到着したということは、それ以前に A には到着していないことになるで、このことを踏まえて、与えられた問題を解いていくで、求めたかったのは、点 A に行く前に点 G に行く確率やったな。すると、この確率は上のように、N 秒後に点 G に初めて到着し、それ以前には点 A に行ったことがない確率の和となるな。ここでは、案に、確率速度の加算加法性が用いられとるけども、まあ気にしなくてええで。さて、さっきの議論から、それぞれの確率は、死滅ありランダムウォークの遷移行列の N 乗で書けていたわけやね。こうして、行列のべき級数が得られたことになるんやけど、もう少し計算を進めるために、単位行列 I を足して引いて下で、すると、左側の括弧の中は、行列のべき級数なんやけど、線形代数の一般論から、この級数の和は、i-p チルダの逆行列に等しくなるで。というわけで、以上の計算により、点 A に行く前に点 G に行く確率は、上のような逆行列を考えればいいということが分かったで。さて、今回の問題は B を出発していたな。B 出発 G 到着に対応するのは、2、7、成分やから、上の行列のその成分を見ると、その確率は、
大体 45% になることがわかるで。以上で回答はおしまいやで。死滅ありランダムウォークという編集を考えることで計算が進むのは面白いな。というわけで、最後に今日のまとめに入るで。まず、グラフ上のランダムウォークの N 秒後の振る舞いは、遷移行列で表現できることがわかったな。ただ、これは、あくまで、N 秒後の振る舞いだけであって、それまでの N-1 秒の間の振る舞いは、わからないんよね。そこで、死滅ありランダムウォークと呼ばれる編集を考えることで、いろいろ計算が進む場合があることがわかったで。とまあ、こんな感じで、確率論では、行列が結構有用なんよな。使った線形代数の知識も、大学1年生の初期レベルやし、とっつきやすいかなとは思うで。さて、動画はこれでおしまいなんやけど、実は、今回の内容は前座に過ぎないんよ。この解き方は確かに面白いんやけど、確率論をやっている人なら当たり前レベルなものなんよね。そこで、次回は、この問題の行列を使わない別解を紹介するで。そっちの方が、衝撃的な解き方やからメインというわけやな。ネタバレをすると、その別解というのは、電気回路を用いたものやで。電気回路？そういう名前の数学の分野？そう思われるかもしれへんけど、ちゃんと、オームの法則とか、キルヒホフの法則とかが出てくる、電気回路やで。というわけで、今回はこれくらいで締めるで。次回の動画もお楽しみに。